カフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネル、今日は2020年夏最新の桃スイーツをご紹介します。それではご覧ください。最初のお店は高田馬場にあるリスカフェです。元ディズニーランドホテルのパティシエが作るスイーツが人気のお店です。今回は桃をコンポートする工程を見せていただきました。そう、縮まるから身が、うんうん、そう、あっという間に桃の皮がきれいに剥けるようになっていてびっくりしました。この後に桃の皮を入れたコンポート液に浸すと桃がほんのりピンク色に染まるそうです。ディスカフェ風の桃のコンポート、ぜひ皆さんも試してみてください。ご紹介するスイーツは先ほどの桃のコンポートを使った桃のミルフィーユです。サクッサクのミルフィーユの上に桃が丸ごと乗っています。現在は桃のミルフィーユからシャインマスカットのミルフィーユに変更して提供しております。次にご紹介するのは海エール浅草です。札幌発のソフトクリーム専門店です。定番のミルクに加えて季節限定のソフトクリームが楽しめます。この日いただいたのはミルクとイチゴのミックスです。ゴロゴロフルーツソフトの桃を注文しました。カットされた桃の上にいちごミルクソフトが乗っています。濃厚なのにさっぱりとしたソフトクリームが美味しかったです。3軒目にご紹介するのは6月新小岩にオープンした洋菓子店センチメントです。古民家をリノベーションして作られたお店で、入り口を入るとドライフラワーに囲まれたとっても素敵な店内が広がります。お持ち帰り可能な焼き菓子の販売もしています。こちらのお店でいただいたのは桃のタルトです。タルトの上にカスタードと桃が丸ごと乗っています。桃の中にもたっぷりとカスタードが入っていました。フランスのアンティーク食器を使っていたり、店主さんのこだわりがあふれるお店です。すでに予約の取りにくい人気店になっています。気になった方はお店の SNS から予約をしていってみてください。4軒目にご紹介するのは東急池上線千鳥町駅にあるザ・リビングです。こちらでは事前予約制の贅沢な桃のパフェをいただいてきました。パフェの名前は桃から生まれた桃野郎です。1人プラス500円で桃のカクテルを追加しました。4人で食べた場合1人当たり桃 1.5 個分を食べることができるとっても贅沢なパフェです。インスタ映えの見た目だけではなく最高品質の桃を仕入れているので、とっても甘くてジューシーで美味しかったです。8月下旬からシャインマスカットのパフェが登場するそうです。5軒目は大好きなパンケーキ屋さん、スリースターズパンケーキです。こちらでは丸ごとピーチジュエルという名前のパンケーキをいただきました。山梨県の人気桃農家ラペスカから仕入れた桃を使用しています。桃は終了しておりますが、9月の3日までマンゴーパンケーキを提供しています。最後のお店は桃の本場山梨県のカフェラペスカです。超人気店のため朝早くから行列ができていました。待ち時間は携帯で確認することができるので、自分の番が来るまでお店を離れて待つことも可能です。席は
1階席と2階席があります。この日は2階席のテラスを利用しました。こちらで注文したのは桃のパフェピーチジュエルです。食べやすくカットされた桃が皮ごと一つずつ乗っています。もう一つピーチソレイユという桃のスイーツも注文しました。桃農家さんが提供するカフェというだけあって皮も柔らかくて美味しかったです。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。